ことだまの先ワークにへようこそ。十一月に入り寒くなってまいりました。今日ご紹介するのはこちらの絵をご覧ください。北風と南風の物語です。緑色そして赤い色の鬼のパンツを履いた鬼のような人物が二人写っていますが、この緑色の方が北風、そして赤い方が南風です。ではお聞きください。 北風と南風は大層仲が悪いようです冬の間は寒い北風がビュービューと吹き回って雪やあられを降らせたり水を凍らせたりしますしかし北風が少し油断をしていると暖かい南風がそっとやってきますそうして北風の作った雪の山や氷の池を少しでも溶かそうとします すると北風はすぐ南風を追い払いますこんなことを何遍も繰り返しているうちに冬が終わりに近づきます今まではうとうと眠って弱い光を出していたお日様が目を覚まして暖かい光を送るようになりますこうなってくると南風はもう前のように負けてばかりはいません 「北風お前はもう北の国へ帰ってしまえ」と南風が言いますすると北風は「なあにまだお前の出てくる時ではない私はもう一度お前を追い払って野や山を真っ白にしてやる」と答えますそうしてありったけの力を出して南風を追い立てます野や山がまた雪で真っ白になります ししかし南風はすすぐに元気を取り返します南の国から大勢の仲間を連れてきて北風をどしどしと追いまくります雪でも氷でも片端から溶かして野や山を暖かくします暖かい雨を何遍か降らせますすると草や木がだんだんと芽を吹き花のつぼみが膨らんできます南風は言います北風が 雪や氷で野山を真っ白にした代わりに私は赤い花や緑の若草で野山を飾ってみせようといかがでしょうかこうした北風そして南風のお話この二つの風がいるということは私たち日本人にとってどういうことでしょうかそれはこの当時の戦時中に出した 教科書、読み方を出した文部省がこうしたあの学校ののの先生用の虎の巻を出しているんです。それはこうした春が来てそしてまた夏秋となって冬になるそうした一巡の季節の巡り合わせ巡り変わりの中で冬,い時冬の寒い時には北風が吹くだからこそその次の季節には春がやってくる。 そうした季節の移り変わりというもの折りの移り変わりというものを日本人、我が国人がの関心事であるというこの「我が国人の関心事」「我が国人の関心事」というものが季節の移り変わりであるということを文部省は言っているわけです。そのように考えていくといかがでしょうか 皆さんもこうした北風とそして太陽というイソップ物語を読んだことがあると思います外国の物語でありますね北風と太陽が競争をするとそして旅人の洋服を何とか脱がせようとします北風は強い風を吹いてそうすると旅人はますます固くなりになってそんな寒い時にコートなんて脱げませんから必死で服をかばうわけですけれども 太陽が出て暖かくなるとポカポカして、旅人はああ暖かいと脱ぎ物を脱ぐわけですね。このように、このイソップ童話の北風と太陽という物語の中では、太陽はいい人、北風は悪い人という善悪二言論のようになってしまうわけです。それで子どもたちは太陽のように暖かい人になりましょうね、という、 ことが教えられるので全悪二元論そのものが悪いわけではないのですけれどもしかしこうした同じ「北風」が出てくる日本の昔話とまた「北風と太陽」というイソップ童話を比べてみますとやはり私は大きな違いがあるなというふうに思うわけですこの外国の北風」と太陽という物語に関しては。例えば あの自己啓発書を書いているデール・カーネギーという人がこの「北風と太陽の物語」というのはこの「太陽は友愛親切感謝の心である」とそのように太陽のような人間になることを勧めているわけですで。当然北風のようにはなってはいけないということを教えているわけなんですけれども一方で日本の昔話のこの「北風と南風」 どちらが悪者どちらがいい人という描かれ方をしているでしょうか私にはそのようには感じられないんですね。 確かに北風風が吹く風はもう寒いですあ早く春が来ないかなと思ってしまいますし、えー、この物語の中で、えー、南風がみんなで南の国から仲間を連れて集まってきて北風をこうどしどし追いまくるというシーンではあ早く北風寒い北風は出ていけというふうに確かに私も思ってしまうんですがですけれども北風があるからこそ寒い寒いのや そして山をこぼらせて雪を降らせるからこそこうした植物というのがじっと中で芽吹くのを待ってそれして春が訪れるわけです。ですから冬や寒いものというのはこの日本人の自然にとってとても大切なことであったわけですね。同じよようううににこのの読み方という教科書の中には似たたな話もあるんです例えば今私たち 晴れのの日日と雨の日どちらが好きでしょうか、えー、普通にこう学校に行く会社に行くというような時買い物をするという時にやはり晴れの日の日方がいいですよね雨が降っていると傘もささなければいけない荷物も濡れてしまうということであ雨嫌だなと思ってしまうのが一般的な考えかもしれませんけれどもこの読み方の教科書の中ではあの「梅雨」という作品の中で雨が降るからこそ田んぼに 水が張ってそして作物が育つんだということが書かれているんですですからどんな季節であっても雨であっても寒い北風であってもこの自然の移り変わりという循環の中ではどれも大切なものなのだということを教えてくれるわけです、えー、このように何か一つだけがいいもの一つだけが悪いものというふうに決めつけるのではなく どんな自然現象一つ一つも大切なものであるのだということを教えてくれるのがこの読み方でありましてままたたた先人たちの考え方でありましたそうしたことで私はこの「北風と南風」という物語 北風だけが一方的な悪で追い出されたというそうしたお話ではないということを虎の巻の中で先生たちが伝えていたということが私は非常に日本人らしい教え方だなということを思いました。ということでこれから11月12月1月2月寒い風が吹きますあ北風嫌だなというふうに思いがちになってしまうんですがその北風があるからこそ巡る こう季節があるそして土の中など木の中で植物が育って熟成していくとそういったことを考えながらこの寒い北風を迎えたいと思いますそれではお聞きいただきありがとうございました